はい。カブカブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。それでは、まず、今日の日経。104円下げましたね。で、前日のダウがね、2日ぶりにね、最高値だったんですよね。で、予想を上回る雇用統計でということで、 203ドル高だったんですよね。うん。で、ナスダックもね、最高値だったんですよね。またまたね。うん。ということでですね、ニューヨークの方はね、絶好調だったんですが、残念ながら日経の方はですね、小幅に続落ということになってしまいましたね。建設株がね、急落というふうにね、書いてますけども、 はい。それでね、チャートの方を見ると、3万円近くまで行ったんですけども、そこからね、ちょっと今ね、失速している形に、ね、なっていますよね。2日連続でね、ちょっと陰線で下げているというふうにはなっていますけども、まあまあまあね、あの、調整しながらですね、また上の方にね、行ってくれればいいと思いますけどもね。はい。よろしくお願いいたします。続いて、マザーズですけども、はい。マザーズはですね、残念ながらね、ちょっと今日ね、大きく下げてしまったんですよね。 うーん残念ですけども、まあ、いくつかね、要因はあると思うんですけども、アンジェスがですね、まず寄らずのストップ安になっていたということと、それからですね、最近ね、ぐんぐん上がっていったインクルーシブとですね、あとグローバルウェイもね、両方ともストップ安になってしまったということもあってですね、まあ、今日はね、ちょっとマザーズはね、調子悪かったという感じにはね、なったと思うんですけどもね、うん。まあ、75位線の上の方にね、まだいるのでですね、なんとかね、ここでこらえて頑張って、またね、上の方にね、ドンと行って、 欲ししししいいいいと思まますすくお願いいたた以上慈愛観覧でした続いて、テーマ別、テーマ別でですね、まずはね、メタバース関連なんですけども、はい、もうね、毎日話しているメタバース関連なんですけども、シーズン面がですね、なんとまたまたね、ストップ高で終わりましたね。いやー、すごいな。 もうほんとね、これはどこまで飛んでいくのかって感じですけども、そしてシャノンもですね、ストップ高になり、そして SUS もストップ高になり、シリコンスタジオは11%上げという風になって、 いてですねねねメタバース関連が、ね、今、ね、絶好調ですよ、ね、本当にね。まあ特にね、時いが悪いと、こういう小型のね、テーマ株にね、資金が集中するっていうこともね、あるかと思うんですけどもね。うん。で、7日にね、NHK でも何やら放送していて、ニュース地球丸分かりっていう番組の中で、ワールドニュースランキングでですね、10位にメタバースがね、入っていたというようなこともね、まああ まあ上がってきたのかということも、ね、あでということで、今ね、メタバース関連がですね、絶好調というのがですね、もう先週からの流れでね、まだ続いているということで、いやー、なかなか素晴らしいですね、本当にね、いつまで続くか見ていきたいと思います。続いて 半導体関連なんですけども、はい。半導体関連はね、今日ちょっとね、地合いが良くなかったので、まあ、ほとんどのね、銘柄がですね、このリストのほとんどの銘柄は下げてしまったということになってしまいましたけども、うんで、毎日見ているマイポックスもですね、1.4%下げたということになってしまいましたが、うん、まあ、それでもね、まだね、チャートは死んでいないと思いますので、 うん、なんとかね、横横ボックスの中でうまく整えて上の方にね、上がってほしいんですけどもね、どうなりますかね、頑張ってほしいと思います。 そして、日本展開なんですが、日本展開ね、金曜日ですね、爆上げしたんですが、残念ながら今日はですね、11%以上下げたということになってしまいましたね。うーん。まあね、ここのとこね、ずーっとね、いい感じで上げていてですね、新高値を更新したので、まあちょっとね、利確に押されたということだと思うんですけどもね、これからね、どうなっていくか気になりますね。見ていきたいと思います。以上、半導体関連でした。続いて、 直近の IPO ですけども、はい。直近の IPO ですね。先週上場したばかりのですね、フォトシンスがですね、またまたね、大きくね、下げてしまいましたね。大きい陰線を引いて下げたということになってしまいましたね。今日はマイナス17%ということでしたが、なかなかね、ちょっと今このね、フォトシンス厳しいですよね。うん。 で、公募価格がですね、1500円なんですよね。なので上場してからですね、実はね、一瞬しかね、公募価格をね、超えていないんですよね。で、そこからずっとね、下げているということに、ね、なってしまいましたね。 どこまで行ったらね、ちょっと下げ止まるかね、見ていきたいと思います。続いてですね、明日ね、1社ね、上場しますよね。日本調理機2961ですけども、で、事業内容がね、厨房機器の開発、製造、販売というようなことなんですよね。で、東証二部で、まあ、想定の時価総額がね、30億円と。 いうことなんですが、それで公募価格が2710円で、当選のね株数が29万株ということでね、まあかなりね、少ない方だと思いますけどもね。うん。で、ロックアップはですね、まあ3.14%のね、この部分が何もね、かかってないんですけども、それ以外はね、180日間ということでね、まあ結構ね、固くね、ロックアップされているわけなんですけども、まあそれでもね、ちょっとね、どうですかね、事業内容的にね、ちょっとね、 コロナ明けとはいえですね、なかなかね、ちょっと厳しいかなというようなね、気はしますけどもね、どういう風にに、ね、なっていくか見ていきたいと思います。以上、直近の IPO でした。続いて、新ネタ。新ネタのコーナーに行く前に、株ブパラダイスからのお知らせです。株ブパラダイスは、早耳情報会員サービスというサービスを開始いたしました。 詳しくはこちらの動画、新情報サービスついにスタート、改定版3という動画をご覧ください。会員登録していただいて、一緒に株の相場を楽しんでいきましょう。それでは、新ネタ。はい、新ネタですけども、まずはね、夢展望なんですが、 はい。夢展望ね、今日はですね、ストップ高で引けましたね。なんと。はい。おめでとうございます。でね、これはですね、いくつかね、要因があると思うんですけども、まず一つ目がですね、今ね、増資中だったものが終わりましたよ、というのをですね、先週の金曜のね、大引け後にね、出していたんですよね。残りが0個になりましたよ、ということで、その安心感からですね、まず買われたというのが一つ目で、で、二つ目がですね、他の材料が出ていて、サンリオのね、キャラクター、 のコラボ商品をで、すすねやりますよということなんでですよねでこれが第10弾ということなんですけども、うん。でね、まあこんなような感じなんですが、でもね、まあサンリオのね、キャラクターものってね、ほんとね、もういっぱいありますよね、商品がね、世の中にね。うん。なので、まあこれだけではないというようなことだと思うんですよね。で、これに加えてですね、どうやらですね、この夢展望もね、このバーチャルファッションっていうのをですね、 去年ですね、出していて、メタバース関連としてですね、認識されたのではないかというようなことがあるんですよね。うん。で、時価総額もね、そんなに大きくはないので、で、これをきっかけにですね、メタバース関連として認識され、そしてね、今日上がってきたのではないかと。 いうようなね、感じになっているんですけどもね。はい、これでね、メタバース関連としてね、仲間入りしてですね、こっからね、爆上げしていくかどうかね、興味津々ですけどもね、見ていきたいと思います。続いてですね、レオパレスなんですけども、はい、レオパレスですね、今日はね、2%ね、 あげましたね。はい。おめでとうございます。でね、レオパレスといえばですね、皆さんね、ご記憶の方も多いかと思うんですけども、もう2年前のね、話になりますが、と建築基準法違反のね、話がありましたよね。それでね、いろいろですね、まあ問題があって、結構ね、株価を下げていたわけなんですけども、で、最近ね、少しずつね、こう上がってきていたんですよね。うん。で、その中で、今日、大火箇もいいですね、情報修正を出してきて、紙機の最終を一点黒字に情報修正、通期も増額と。 いうのをね、出してきましたね。はい、おめでとうございます。で、まあ理由を見るとですね、抜本的構造改革、 の継続とというようなことを書いてあってですね、まあその辺をね一生懸命改革したのかなという書きぶりにはなっているんですけども、これを信じていいのかどうかというところなんですけどもね、うん情報修正なのでまだね結果ではないのでこれを信じていいのかどうかというようなことでですね、まあ明日以降のね値動きがね結構注目されますけどもねどういう感じになるか見ていきたいと思います。 そして最後ですね、データアプリケーションなんですが、はい、こちらはですね、今日はね、1円上げたということになったんですが、OB 協議ね、こちらもね、なかなかのね、情報修正を出してきましたよね。今期計上を一転、81%増益に情報修正というのをね、出してきましたね。はい、おめでとうございます。でね、これもね、そんなにね、時価総額大きくないので、なかなかね、見直し買いがね、入る可能性がね、十分あるかなという感じがね、しますけどもね。はい。 頑張ってほしいと思います。以上、新ネタのコーナーでした。続いて、11月8日に注目と言っていた中でまだお話ししていないのがですね、まずね、っさりリスクなんですけども、はい。 アッサリスクね、比較的最近ね、上場した IPO の一つですけども、先週のね、金曜の大引き後に、株式4分割の IR を出してですね、今日はね、ストップ高で引けましたね。はい、おめでとうございます。うん、なかなかね、すごい勢いでね、こう、今日は上げてきたわけなんですけども、明日以降もね、ぐんぐん上にね、行ってほしいと思います。頑張ってください。そして、 マネックスですけども、はい、マネックス、今日もですね、ストップだけできましたね。はい、おめでとうございます。うん、これでですね、2日連続のストップ高ということになりましたね。おめでとうございます。でね、前回の動画でこのマネックスの話をしましたけども、子会社がね、ニューヨーク証券取引所にね、上場しますよ、というようなことをね、目指しているということで、今ね、バック上げしているんですよね。うん、で、ビットコインもね、結構上げ上げなので、なかなかね、今日はいい感じでね、上げてきたということになりましたね。うん、この動画 見てですねまぁ、あ、今日ねマネックスを買われた方はねかなり良かったと思いますけどもねおめでとうございますそしてですねインクルーシブなんですがはいここんところね堀山さん関連の銘柄としてですねこうバックアンにしていたわけなんですけども今日は残念ながらねストップ安まで売られるということになってしまいましたねうんまあちょっとねどの辺でね一旦下げ止まるかっていうことですけどもね最近はですね本当にねどっかで一旦ね下げ止まったらですねまたそこからね上がってってね 前のね、この高値よりね、こう、ぐーンとね、抜いていくっていうケースもね、ありますのでね、結構ね、なので、うん、安くなったらね、入りたい人はね、たくさんいるんじゃないですかね、ということで、うん、明日あたりね、一旦下げ止まったらですね、結構ね、その辺がね、底だったりするかもしれないので、はい、これもね、気をつけて見ていきたいと思います。そして、最後にですね、グローバルウェイなんですが、うーん、残念ながらね、今日はですね、ストップ安までね、こちらも売られてしまいましたね、うん。 で、まあ、ここのところね、とにかく爆上げしていたので、ひょっとしたらね、まあ、真ンがね、終わるまでですね、ちょっとね、下げる可能性もね、あるかなという気はね、しますけどもね、まあ、ただね、またなんかね、こう、すごい IR が出てきたらですね、ガンとね、いく可能性もね、十分にありますけどもあ、あと一つはですね、このグローバルウェイは、決算の予定日がですね、10日なんですよね、うん。で、今週の水曜日ですよね。ということで、ちょっとね、決算前にですね、一旦ね、こう、 ておきたいというようなことでねちょっと今売られているというようなこともあるかもしれないですよね、うんでインクルーシブの方はですね11月15日の決算ですから来週の月曜日なわけなんですけども、うん、ということでねちょっと2つともね決算が近づいてきたのでね一旦ちょっと今下げているということもねあるかなというふうに、ね、思いますけどもねなのでちょっとねその辺をね気をつけてやっていきたいと思いますけどもねはい以上11月8日の注目銘柄でした続いて11月9日の注目はい 夢展望、アスリスク、シーズメン、シャノン、マネックス、レオパレス、データアプリケーション、フロンテオ、インティメイトマージャー、マイポックス、セミテック、サインポスト、シンプレックス、日本展開、インクルーシブ、グローバルウェイ、この辺を中心に見ていきたいなと思ってます。 それではここでカブカブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきます。本当に本当にありがとうございます。皆さん一緒に成長していきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。 はい、それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。